どうも、北海道トラベラースヌスムムリクです。今回も富良野グルメ第2弾です。あの北の国からのロケ地泊まり、出演者や倉本総先生も愛するお店、そこには人気の丼もあるとのことなので行ってきました。ぜひ最後までご覧ください。こちらは富良野駅から徒歩3分のお店。この山賊鍋もいつか食べてみたいんですよね。そして今回頼んだのはお目当てのこちら、和牛ローストビーフ丼2000円。見てください、この脂のサシと色ツヤ、光り輝いています。ローストビーフというかもう刺身ですね。こちらは追いだれ用です。これね、見てわかる通りペラペラなんですよね。なんかご飯の量とのバランスがおかしいというか。ではいただきます。いやー、これものすごいですね。このお肉ペラペラでこの値段するのかって最初思ったんですけれども、いや、これがねものすごく味が濃いです。お肉の味がものすごくします。なのでこの薄さでも全然いけます。タレはちょっと甘めですが、それほど主張していなくて、ほんとお肉の旨味をかなり感じます。いやー、驚きですね。お肉はね、口の中ですぐになくなってしまうんですけれども、お肉の旨味が口の中に残っているんで、それでご飯が食べれちゃいます。これお肉一切れでもめちゃくちゃご飯が進みます。ぶっちゃけね、ご飯との量のバランスもこれがちょうどいい感じですね。ちょっと驚きでした。
いやー、このローストビーフ丼はぜひ食べてもらいたい一品ですね。ごちそうさまでした。ということで、いかがだったでしょうか。北の国からゆかりの食堂の絶品ローストビーフ丼、北の国からファンじゃなくてもこの味に満足するのは間違いないです。そして実はね、倉本先生が考案した裏メニューもあるとのことなので、ぜひ一度行ってみてください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイビー。